こんにちは、おかチャンネルのおかちゃんです。今回はデルで 22,980 円でノートパソコンが売られていたので、これを買ってみました。これの詳細の動画はサブチャンネルにアップしていたのですが、多分この動画をアップしている頃にはそのキャンペーンは終了していますので、ご了承ください。届いた箱はこのように茶色いシンプルな段ボールに入っていました。箱の中はこのように梱包されています。箱の中の仕切りまでデルのロゴが入ってるんですね。今回買ったセットの付属品は AC アダプターとコンセント用のケーブル。 AC アダプターは 19.5V の 2.3 インチアンペアです。 45W ですね。差し込みはこのように中心に芯が入っているタイプです。付属の AC アダプターはコンパクトで軽いです。コンセント側はミッキータイプです。その他には書類系とアプリケーションと書かれた DVD ロムが入っていました。簡単に使い方が絵で描かれていますね。このアプリケーションと書かれた DVD ロムにはサイバーリンクのメディアシュートエッセンシャルが入っているようです。それでは本体を出してみます。やっぱり新品のノートパソコンはいいですよね。いつもはジャンクばっかり触っているので、すごい新鮮な感じです。それでは開いてみます。やっぱり法人向けということもあって、かなりシンプルなデザインになっています。近くで見ると外観はこのようになっています。表面はこのようにザラザラした加工がされています。ついているポート類を見てみます。まず正面には何もついていなくて、左側面にはヘッドセットのジャック、 USB3.2 の Gen1、 USB3.0 のことですね。それが2ポート、有線 LAN ポート、 HDMI 出力、電源入力がついています。背面には何もついていなくて、右側面にはケンジントンロックの穴、 DVD-RW のドライブ、アナログ RGB 出力、 USB2.0 マイクロ SD カードスロットがついています。底面にはこのように何もついていなくて、ゴム足だけついています。中央にはボストロのロゴが入っていますね。開いたところには特別変わったところはなく、ウェブカメラ、液晶パネル、キーボードとトラックパッド、ここに電源スイッチがついています。あと今回はカスタマイズで CPU を交換しているので、セレロンではなくペンティアムゴールドのエンブレムシールが貼られています。ちなみに CPU をセレロンからペンティアムにするとプラス4000円かかります。あとキーボードはテンキー付きです。テンキー付きだとこういうところがごちゃごちゃしていて、ちょっと使いにくいんですよね。ちょっと CPU は非力ですが、ウェブカメラが付いているのでテレワークには最適な1台だと思います。あと値段も税別ですが 22,980 円で買えるので、結構お手軽に買えます。似たような価格帯でいくと、ドンキのノート PC、 ムガや液晶一体型 PC のモニパとあまり値段は変わりませんが、明らかにこっちの方が性能が上なので、こっちを買った方が幸せになれます。それでは早速電源を入れてみます。メーカー製の新品パソコン買うと結構ワクワクしますよね。コンセントを挿すと AC アダプターのここの部分が緑色に光るみたいです。こっちはまだ光ってませんね。それでは電源を入れてみます。お、ちゃんと電源が入りましたね。っていうか当たり前ですね。いつもはジャンクパソコンばっかりいじってますからね。やっぱりストレージがハードディスクなので立ち上がりは非常に遅いですね。 SSD に慣れてしまうと非常に遅く感じます。こんにちは、コルタナと申します。ていうかコルタナまだ喋るんですね。なんか喋るものと喋んないものがあって、ちょっと区別が分かんないんですよね。それでは設定をしていきます。めちゃくちゃ時間がかかりましたが、初期設定が終わりました。初期設定が終わったら、まず最初に USB メモリーに回復ドライブを作っておきます。毎回言ってますが、回復ドライブはリカバリーメディアのように使えるので最初に取っておきます。で、なんかデルのページが出てきましたね。ページというかソフトが立ち上がりましたね。まあとりあえず回復ドライブを作っておきます。それで安い USB メモリーはいつ壊れるかわかんないので、
今回も2種類買って2種類作っておきます。回復ドライブの作り方はまずここで回復と検索します。ここの設定からでもいけますが、こっちの方が楽です。回復と検索したらこれを開きます。ここでハイを押して、これが出てきたらシステムファイルを回復ドライブにバックアップしますにチェックを入れます。チェックが入っているのを確認したら次へをクリックします。5分くらい待つとこのような画面になります。この本体では 16GB 以上の USB メモリが必要です。ここで USB メモリを挿します。この画面が出てきて、さっき挿した USB メモリが合っているようでしたら次へをクリックします。 USB メモリ内のデータが消えてもいい場合は作成をクリックします。これでしばらく待ちます。回復ドライブを作るのですが、実は1個作るのに1時間半もかかってしまったので、そのシーンを100倍速で流している間に購入した経緯みたいなのを話します。まず購入したきっかけはツイートで安く売られてるというのを見て買おうか悩んだのですが、 CPU はセレロンだし液晶も TN パネルで、しかも 1366×768 と一昔前の仕様だったので買おうか迷ったのですが、動画のネタになりそうだったので買ってみました。CPU は Pentium に変更できるのでまだ良かったのですが、液晶がどうなっているのか微妙だったんですよね。フル HD に変更するには EDP 接続の場合30ピンの通連が必要なのですが、富士通や東芝の場合きちんと1連分の配線しかなく、フル HD にできる機種は少ないです。レノボなら通連分の配線がついてることがあるようですが、デルは調べても交換してる人は出てきませんでした。後で分解チェックしますが、結果はそのシーンになるまでお待ちください。ちなみに1レーンでの最高解像度は 1600×900 で、2レーンは 1920×1080 です。 2K や 4K の場合 40p の4レーンが必要です。その他にはメモリー増設や M.2SSD をつけて動作するのかも試してみたかったんですよね。そういう理由でこの本体を購入しました。時間はめちゃくちゃかかって1時間半もかかりました。なのでもう一つの方は収録外でやっておきます。回復ドライブの作成が終わったのでベンチマークで性能を見てみます。今回はシネベンチ R15 と R20 で CPU の性能を見て、クリスタルディスクマークとクリスタルディスクインフォでストレージを見ます。あとついでにドラクエベンチも走らせてみます。それではシネベンチから走らせます。ついでに CPU の温度も見てみます。アイドル値の CPU 温度はだいたい50度前後です。それではシネベンチ R15 からやってみます。結果はこのようになりました。 OpenGL が 27.11fps、 CPU のマルチが 229CB、 シングルが 92CB でした。 CPU 内蔵のグラフィックで 27fps は結構頑張っていますね。それで CPU のランキングを見てみると、少々見にくいですが Core i5-3317U と同等のスコアです。 3317U ってことは第3世代のノートパソコンの省電力版 CPU ですね。それと同等のスコアです。正直これくらいあったら普段使いでは十分ですよね。それでシングルを見てみると、これまたさっきと同じ CPU の 3317U と同等のスコアです。シングルもこれくらいだったらなんとかなりますよね。ドンキのノート PC のマルチがだいたい 100CB で、液晶一体型のモニパがだいたい140ぐらいなので、それ以上のスコアが出ています。それで今回は Pentium Gold の 5405U を選びましたが、これをセレロにしてしまうとスコアが半分ぐらいになってしまいます。なので今回のエントリーモデルを買う場合はPentiumを選んだ方が幸せになれます。それで CPU 温度はこのように74度まで上がりました。結構発熱するみたいですね。続いて R20 でも測ってみます。シネベンチ R20 のスコアはこのようになりました。 CPU のマルチが516ポイント、シングルが202ポイントでした。これもランキングを見てみると、マルチでは Core i5-5300U と似たようなスコアになりました。これは第5世代のノートパソコン用の省電力版 CPU ですね。それよりも少し低い数値でした。シングルではさっきの 5300U よりは低いんですが、ちょっとわかりにくいんですが Xeon E7-4890V2 と大体似たようなスコアになりました。次は標準でついている 1TB のハードディスクの情報を見てみます。ストレージの情報を見てみると、東芝製のハードディスクがついてるみたいですね。それで電源投入回数19回、使用時間が9時間です。
さっきまで回復ドライバーの作成やベンチマークをやっていたので、新品の使用時間はだいたい7時間ぐらいだと思います。それで温度は74度で安定しています。それでは速度を測ってみます。今回は今までと同じ 1GB を1回だけ測定します。結果は読み込み、書き込みともに1秒間 230MB でした。まあこれくらい出ていれば我慢すれば普通に使えますね。ランダムアクセスも一般的なハードディスクの速度です。次は参考になるかわかりませんが、ドラクエ10のベンチマークをやってみます。画質設定は最高画質の 1280×720 フルスクリーンでやってみます。結果は3980の普通でした。 CPU 内蔵グラフィックですが結構頑張っていますよね。まあこのノートパソコンでゲームをする人はいないと思いますが、結果はこのようになりました。ベンチマークとは関係ないところを少し見てみます。まずはウェブカメラ性能を見てみます。汚い部屋が映ってしまいますが、画質はこのようになります。ここにライトがついてますね。まあ必要十分って画質です。これならテレワークの会議でも普通に使えそうですね。あと液晶は TN パネルなので視野角は結構狭いです。それでも下から見なければ結構見えますね。 YouTube はこのように 4K でもスムーズに再生されます。 GPU の使用率はだいたい 30% です。それでメモリは 4GB だったらやっぱり厳しそうですね。残り 700MB しか残っていません。スピーカーの音質は値段の割にはいいですね。それでちゃんとスピーカーが2つ付いていてステレオになっています。動画の尺が長くなりすぎたので、ここら辺で一旦動画を終わりにします。さすがに30分は長すぎますからね。次回は分解し中身をチェック、どこまで改造できるのかを試します。次回の動画が気になる方はチャンネル登録とついでに評価もお願いします。それではまた次回お会いしましょう。